二代目店長清原。お、安田さんのラジオネームをもう引き継ごうとする男が出てきて、全然誰にも採用されたことないのに。有吉さん、はい、その女偽善者につきことレッキーの野郎が小栗旬と山田優の入籍についてブログでこんなこと言ってやがりました。朝からダユー、山田優のことです。朝からダユーの結婚のニュースが聞けて嬉しい嬉しい嬉しい。ダユーは可愛くて料理上手で子供も大好きだから素敵なお母さんになること間違いなし。おめでとう。うるせえ偽善者。お前みたいなな、他人の幸せを喜んだふりして好感度上げるようなクソ女がゴキブリ系男子が一番嫌いなんだよ。他人の幸せがそんな嬉しいわけねえだろ。お前みたいなやつはな、小栗旬にトイレに連れ込まれろ。最低な、最低な、ひどい。なるほどね。でも俺なんかあれ別に山田より別に好きでもなんでもないけど、はい、あれ良かったな。なんか小栗さんが浮気したらどうしますかみたいな、締めますみたいな、なんかさっぱりしてて、そうですね、意外と良かったですけどね。まあベッキーがなんで山田優のことダユーって呼んでるかちょっと気になるところがありますけど。二代目店長清原。お、安田さんのラジオネームをもう引き継ごうとする男が出てきて、全然誰にも採用されたことないのに。有吉さん、はい、その女偽善者につきことレッキーの野郎が小栗旬と山田優の入籍についてブログでこんなこと言ってやがりました。朝からダユー、山田優のことです。朝からダユーの結婚のニュースが聞けて嬉しい嬉しい嬉しい。ダユーは可愛くて料理上手で子供も大好きだから素敵なお母さんになること間違いなし。おめでとう。うるせえ。